どうも、恐れさんです。ペルソナ3フェス PS2 版の初見実況です。タルタロス潜ってきました。結構レベル上がりますね。弱いんでしょうね今ね。これは関係ないか。はい、レベル38ですね。ペルソナの方もちょっとこの辺ね、サラスバティゲットしたのと、ヤマタノオロチは、今回作りました。なんで作ったんだかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあとりあえずペルソナの強化を行っていきたいということで、モスマン、ロアですね、この2体を作って、まあ、次の大型シャドウ満月ですねの時に、まあどうやって合体しようかを悩むかなという感じです。はい、あとサンダ先輩もミツル先輩もね、タケちゃんと、まあいいやじゃあいきますか。もう一回ね、タルタロスは潜ろうかなと思いますね。とりあえず今日はここまで。疲労が続いている。さあ夏休み終わるぞ。残り少ない夏休みの朝だ。映画祭りもそろそろ終わりそうだ。暇そうな寮の仲間がいたら誘ってみようか。いるかな今。いや、この前の言ってたここにおそらく DVD あるんだよね。あるのかな、隠してんのかな。コロマルにね、DVD 買ってあげるって言ってたけど、プレイヤー見当たんないんだよね。DVD 一体型テレビかな。まあいいや、ここに、あ、そっか。ノートパソコンに DVD が刺さってるか。そうだそうだ。それはあるかもしれんな。でもコロマルと一緒にノートパソコンの液晶を覗き込むんか。まあいいや、行くか。まあ、仲がいいからいいんだよ。さてと、まずは体調だよな。浜田くん、あ、これは変わらないね、おそらく。ちょっとしばらくまたコミをやろうかなと思います。あ、あと、あれか、猫。やること多いね。猫の餌は次2回目だからね。よくならんか。ま、しゃあないね。トレーニングのメニューを変更してみた。しばらく飽きずに楽しめそうだ。さて、新メニューによると午後は、はいはい、イオリンは夫婦あちち、急がねえと始まっちまうけど腹が減ってたどり着く前に倒れて溶けそうなもんだ。映画館か、ちょっと後にしようかな。んだよ、4時、あのお題は今日だけだぞ。お前はチャンスを逃した侍だな。うん、それやっとこうか。たけちゃんは見て、あの帽子かぶってる人、この暑いのにハフハフで食べてんの。もう見てるだけで暑い、暑苦しい。チョビくん、あの人連れてってよ。ごめんゆかりっち、俺気づかなくてさ、半分分けてやるって。あ、箸俺のでいい。デリカシーないな、いらないっつうの。てか今年は猛暑だね。宿題も進まないし、やばいよ。うん、まあイオリンだけかな。ワンワン、ダメっぽいな。気象データサイトに過剰な、アクセスが集中、サーバーがダウンするトラブルがありました。夏休みの日記をまとめて、つける小学生が過去の、どんだけ小学生インターネットやってんだ。多すぎだろ。てかサーバー弱すぎだろ。それじゃそんないっぺんに来ても大したことないよね。日本人の小学生がニュースサイト見に行くっていうのは。早慶提出する。ああ、なるほど。無理だよな、無理なんだよね。
ふうかちゃん、全然誘えない。ハギスだと、ジッタさん、のんびりは難しいであります。一箇所にじっと止まっていても、のんびりとは認められないようであります。今日は皆さんの動静を観察し、明日こそのんびりしたいと思います。明日なら誘えるかもしれない。あ、明日行こうかな。いいね。ほな、今日は、ちょっと行こうか。外に。一人でブラブラ。浜田くんは、浜田くん行けるのかな？まあいいや。にゃー、おはよう。ふやー。お腹が空いてるんだよな。ほれ、どうぞ。ふにゃふにゃ。この前の猫の鳴き声が力強い。この前よりか。猫の声が力強い。あ、もう一回ぐらいかもね。よかったよかった。じゃあ、戻るか。あと何もないだろう。せっかく外出たんで、ちょっとポロニアモール行こうかな。あれなんですよ、歌とかねめっさ拾ってるんで打っとこう。あ、グルメがおるわ。まあ、とかな。まあ、いろいろついてや。あ、エリザベスと出かけるか。あ、そうだよ、長泣き神社に行きたい言ってたね。そうだ、来るの忘れてたわ。ここか。エリザベスと出かける。出かけよう。ペルソナ見ようと思ったけど、いいわ、フットなんだ。早く行こう。まあ、心待ちにしておりました。それではお願いいたします。待ってましたか。こちらもです。はい、名前の通りですね。確かにシャドウなどとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。こういうところにシャドウは来るのかな。なんか聖域になってるっぽいんですけど、どうなんだろう。嬉しそう楽しそう。ではこちらの様式に乗っかりまして、まずは参拝をいたしましょう。はい。 いや、まず手を洗って清めた方がいいと思いますけどその金よこせさっき水着買おうと思ったら30万って高すぎるんだろうな。これ拾えるやろこれ。あ、放っておこう。楽しそうやからね。ようやく収め終えましたこれで日頃はこちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか。だといいね。考えてみると、この再生という仕組みは噴水にするとよく似ておりますね。どういうことですか。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットも。ああ、素敵な土地にお住まいなのですね。なるほど、いい視点ですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして。お、行くか。見ちゃダメだぞああ、買う方か。やはり私の期待通りおみくじでございます。うん。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ勇気と伺いましたが、ちょっと違うんだな。人生は紙ペラみたいなもんだろっていうことだと僕は思ってます。なるほど、運命について様々に書いてあるようですね。はい、では一つ私も引いてみたいと存じます。あ、再選使ったお金残ってる。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。 OK、 全部結んでね。
先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。ああ、これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。そう、百貨店の屋上にあるやつですね。まことの神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと考えて本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。いやー、大人になっても楽しいもんな。楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。うん、世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございます。うん、他の遊具もおすすめ。なかなかでございました。シーソーやろ、シーソー。他の遊具もぜひ遊び方など教えていただきたく存じます。任せてください。ではこちらのジャングルジムから順番にお願いいたします。出られます。どうやって入った。なんと難しい。うん、なかなかでもバランス感覚いいよね。うねうねする。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。よかったよかった。私実は近頃思うのですが。なんだあれ。私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。いや、それは違うんだな。もしかすると私、うん、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。お、なるほど。あともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。絶対無理やな。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。とりあえず鉄棒でできたハンガーを作れば大丈夫じゃないかな。なんか服いっぱい持ってそうだもんね。あの同じ服ね、100着ぐらい。でそのハンガーを鉄棒にすればいいんだよ。ようこそベルベットルームへ。ああ、もう忘れた俺の活動。もういいや、さよなら。忘れとった、これや。依頼を達成しておいでなるご様子確認させていただきます。さっきやりましたよ。長崎神社へのご案内ありがとうございました。信仰と娯楽のハーモニーは見事の一言でございました。ちなみに鉄棒をこの部屋に置くことは、未だ交渉中でございます。どこに置くかな。多分無理だよね。イゴールさん怒りそう。でもイゴールが一番なんか楽しく遊んでそうというか、私が勝訴した折にはぜひとも鉄棒に登りにいらしてください。はいはい。鳳凰とうとう。獣ながら人間よりはるかに知識を持つというこのペルソナ、あなたにどのような知識を授けるかお試しくださいませ。いつかまたあなたに連れられて外の世界に出かけられたことを存じます。古代語の本、トートか。トートってあの本持ったお猿さんだよね。かわいいよな、あれ。あれって言ったった。依頼を受ける。結構未達のものが多いんで、やりたいんですけどね。まずは人口等計画文書。これやるか。やっとこう。9月3日やからね。もう一回だから、タルタロスに戻ると。登ると。9月3日までに。で、それで満月の夜がやってくる。だからおそらく9月1日ぐらいかな。登るの。いや、もうちょっと前かもしれんね。体調が良くならないんで、そこがちょっと問題かなと思うんですけど。まあ、とりあえずこれを。
ってことは猫ちゃんをまずクリアしようか。そしたらここ開けれるからね。神社の女の子行ってみるか。いるかな。もういない場合はもうこのおっさん、グルメのおっさんにしよっかな。あ、いたいた。あ、お兄ちゃんだ。ねえねえ、この間遊んだお兄さん元気かな。あのお兄さん日曜しかいないんだって。マイク日曜来れないから、また遊びたいのにな。でも今日はお兄ちゃんと遊ぶ。オッケー。マイクと過ごす。何しよう何しよう。映画行ってもいいよね。俺がおごるよ。あのね、この前舞子のお誕生日だったんだけど、お父さんもお母さんも舞子のお誕生日忘れてなかったよ。あそこ忘れたら親の愛がもうやばいね。舞子いらない子じゃなかった、よかったな。いらない子のはずがない。あ、これそのまま受け取る方がいいのかな。いや、こうか。うんうん、とても喜んでいる。みんなでご飯食べたの久しぶりだったな。いつもみんなで食べたいのに。お父さんとお母さんどうして仲良くできないのかな。マイクは考え込んでいる。そうだ、離婚の原因を聞けばいいんだ。でさ、はぐらかされると思うな。原因を連絡しちゃえばきっとうまくいくよね。マイコ、お父さんとお母さんが仲良くなるように頑張るよ。応援しててね。ずっとやってるようだ。とても疲れているようだ。マイコとお仲間が深まった時期でした。いやー、親ね、せめて子供がさ、巣立つまではどんだけ仲が悪かったとしても親の責任だからさ、頑張ってほしいよな。と、はい、おじさんは思います。神社の女の子込みのランクが4に上がった。死刑者のペルソナを生み出す。なんで死刑者なのこの女の子。よし行くぞ。それじゃあお兄ちゃんまた遊ぼうね。あれかな、離婚の原因は実は舞子だったりしてね。それはきついな。そうだとしたら、うん、まああんまり考えないとこ。あ、おかえりなさい。ただいまであります。皆さんどうしてる。この休みが明ければすぐ後で満月の日が待ち受けている。顔色が悪いですよ。どうしました。いやー、顔色悪いんですよ今日。天田くん何か元気なかったね。もうすぐ夏休み終了して学校が再開されます。そうだな。しかしだ、ワン、あ、散歩行くか。今日はでも木曜日、今日はやめとこうかな。散歩にしとこう。月じゃないわ、なんだったっけ、塔のペルソナもやってみたいけど、これでいいや。散歩に連れていく。いやー、昼間猫に会って夜は犬と戯れる。これまでは楽しそうに遊んでいる。何か拾ってるんだ。ホムンクルス。あ、これいいね。いいけどどこに落ちてんのよ。本当に。嬉しそう。この丸かわいいな。犬は体がだるい。
今日早めに休みます。